ついなこれ、年取ると。年の問題かな。年の問題だ。よいしょ。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。いやどうですか。きつかった。あの、視聴者の皆さん的にはこれ、どう見えるんですか。まあ、芝居、いや、こいつエンターテインメントで芝居してるなとか、思う人も思ってください。思うのは勝手ですから。まあまあまあ。やってる本人は偉いっす。偉いなぁ。カメラでわかるやろ。被写体が目映らんのやで。そうね、あの、うん。普段はその、お見せしないんだけど、今回は載せるか、うん、あの黒い画像も。うん。本来はね、シャッターがあれば夜でも映るんですけどね。これが、除霊の僕の地味な除霊の仕方。これを黙ってやってる。そうね、あの、今回はそのいろんな喋ってもらって、そのどういう状況、うん、どういう状況って教えてもらったけど、うんうん、これをいろんな心霊スポット行って、勝手に成仏してたり、あなたが成仏させたりと。そう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 。まあ、これが除霊、地味な除霊なんです。本来だったらこんな地味です。はっきり言いますが。うんうん、あの、これに関しては、あの、普段その心霊を見慣れてる視聴者さんからの意見を聞きたい。俺は俺でね、あ、普段こんな感じでやってるんだっていうのを改めて見せてもらったっていう感じだけど。結構きついとね、きついやつだと、あの、体の中にすぐ除霊すれば楽なんだけど、体に一回入れると、抑え込むのに大変なんですよ。自分が体ができたっていう思い込みをするから。ああ。人格がこれで凶暴なやつが人格が入ったら、もう人格変わるからさ。まあ、例えば、その急に無意に殴りかかってきたりとか、そういうこともあり得るわけ。やっとんじゃ、こら、なんとったな、こらとか、やったり困るし。死んでなお何一つ収まってねえな。僕のイメージが悪くなるで。字でやっとるとか言われるとか。字でやっとるって。コメントで、実は取り憑かれてないぞ、そいつっていう。そう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 。だからまあ、視聴者さんが見る、どう取るかは視聴者さんの自由でいいです、僕には。うん、ただ、除霊師っていうのは、多分こんなもんだと思います。まあ本物の方は。そう。本物の方はそんなあだこうだうやうやなんて言いません。うん。義母愛子さんもスッと終わったぐらいでしたぐらい。な感じですね。今回はさ、あなたにその体に入れて成仏させてパターンでやったわけじゃない。うん。逆に俺の体に入れて成仏させるのパターンだとまたなんか変わるの。難易度。難易度変わるね。むずい、簡単になる。むずい。あら、まあ。まだ、あなたの方に入れる方が楽。楽。だって、わかんねえんだもん。まあね、まあね。どこまで侵食されとるかわからないけれど。そうそうそう。そうか。俺の方が楽になるんだったら、俺でも試すかって思ったんだけど、無理そうだな。鬱に近い。ああ、うん。もう俺はダメだ。もう本当に死んできたいとか言って、あなたの場合は8階建てだから怖いもん。住所をバラすな。8階建てなんだよ、分からへんやねんから、そこら辺にあるわ。だから俺んとこはボロい平屋やでさ、台風で屋根が潰れて死ぬぐらいやでさ、俺んとこは。心霊要素何一つないな。俺んち心霊要素いっぱいあるやん。ああ、違う、心霊的な死因はないなって。ペットのように飼ってますから、うちんとこ。気に入った方は体に入れても家にで放置するで俺、うん、でルナがみんなやっつけるという。それは何、こいつは悪いやつだというやつ、ただの嫉妬、どっち。嫉妬。ルナは可愛いからな。うん、本当可愛いからな、ルナは。うん、夢でデートしたことあるもん。うん、え、それ語る、今から語る。デートの内容語るかい。ルナとね、ルナがっていうのはね、本当にね、真面目ないい子なんですけどね、まあ騙されて、まあね、自殺しちゃった子なんですけど、お花が好きなんですよ、お花畑が。必ずデートはお花畑だ。へえ。うん、夢の中に出てきた場所もお花畑。お花畑。起き上がってくるのもお花畑。そっからデートに行くの、俺。うん、
あなたより20ぐらい年上だっけ？そう。20ぐらい上かな。ってことは時代背景が関係するのか、やっぱお花畑が好きは。お花がもともと好きだったみたいだな。ああ。今、おーいって聞こえんかった？後ろから。聞こえてないな。撤退する？逃げる一回。おーいって言わんかった？男の人？女の人？高い声で子供っぽい声。のんきに雑談喋ってる場合じゃねえな、これ。え？今聞こえんかった？俺耳の錯覚じゃねえぞ。音声に入ってねえかな、今の。今度聞いといて、きちんと。サンチチェックだな、これまた。聞こえたら。なんで、最高じゃん。夜中1時にこれのさ、ホラー音声さ、ガチモンのやつが入ってさ、あなたにも相談できず、俺はどうしろっていうメンタルに陥るんだよ。え、別に俺に相談してこんでいいやん。やろう。夜中1時2時にあなたに電話かけていいんだったらやるけど。どうした？あら、まあ、だいぶ血吸っとるぞ。さっきのから出ててねえな。うん。しっこ悪いな、もう。マジ。ああ、疲れた。ずっと疲れたな。多分視聴者的にも興味深い映像だとは思うんだけど、わからない。その辺の感想は視聴者にお任せします。本当ね、視聴者さん、これはね、本当にね、霊能者っていうか、こうやって除霊する人たちっていうのは本当に派手なやつはいません。こういう感じです、本当に。うん。他人に取り付いたのを覗くのには別として、自分で自分の体にわざと入れると本当に偉いのよ。うん。これが2日ぐらい経つと筋肉痛になってくるんですよ。おお、なるほど。うん。もう筋肉痛がひどくて、うん。で、家帰るとその残像が夢の中に出てくるの。ああ。うん。記憶の共有というか、なんというか。でね、ひどい時は物が落ちないものが物が落ちる。ポルターガイスト的なあれや。そうそう。それがたまに玄関の靴箱のとこが大きく光るピカって、懐中電灯もないのに。こういう現象がうちたくさんあります。うちの娘は本当に怖いと思ってますよ。うん、そうね、うん。何とは思うもんな、そんなん見たら。そう。でも皆さんね、こういう風が本来の除霊の仕方です。本当無言です。本当は今の全部無言で、うん、まあ、内々に処理するっていう感じで。もし本当自分の今日みたいに本当口で出してるんですけど、本来だったら心の中で会話して説得さして、じゃあ私は黄泉の方へ行くっていう、成仏させてくださいって言われたら大きく息を吐いて、そこでちょっと止めて、その止めた瞬間に出してあげるという。で、出た瞬間自分で息を吸うという。だから一瞬ふーって息を止めて、その出た瞬間、霊道を作ったとこに引き込まれていくという。そう。だからその画像がボケるかボケないかなと思ってやってみたんだけど、ボケないっていうことなもんで、で、そのまま僕は、そのまま、僕の体は空っぽのままでいちゃったから、さっき取り憑かれちゃったんですよ。ああ、油断したやつね。油断したやつ。2回目のやつ。その時はもう、カメラを今度見せますけど、フラッシュを焚いても映らないという。本来だったら、映るはずなものが映らない。そうか。あれもあれで不意打ちだから、取り憑かれたダメージとしては2回目のがでかいのか。要するに、もう、現世におるわけじゃないわけよ、もう。もう死の世界におるわけ。ああ。だからそいつも成仏したいから、もうそのまま現世に体を身を置くわけよ。
うん、成仏させてもらえるんだっつって、うんうんうん、 あなたの体の中に魂ポンと置いて、うん、そうでわざと自分で現世を持ったから結構あのもう本当に力の強いやつなんだろうな意外と。ああ、うん、自分でその現世現在から黄泉のカーテンの後ろへ来るっていう半分半分じゃなく全部俺の方へ寄せて脱離するっていう、うんうんうん、そうそう、そうするともうどんだけフラッシュ焚いても映らないという。普通だって映るやろ。まあ、そうね。何回も何回もなんで映らんねやって思いながらパシャパシャやっとったからね、俺は。うん。あれがもう違う世界、自分たちと自分と現世、今現時点おるとことより違うパー幕の奥こっちに来とるわけ、ね、うん。死の世界に来とるようなもんね。大気圏突破しとるやんと思うんだ。こう言っても誰も信用しんやろな。分からん、多分視聴者は信じてくれるよ。俺もいまいち分かってないけど、えなんていうかね、そういうね言葉回し的なものでね、多分ね、うん、視聴者の方が心霊的なコンテンツを聞き慣れてると思うから理解しやすいと思ってるんだよね俺は。けどむしろさ、だってデジカメで撮れんなんてありえんやん、俺を撮って。そうね、今まで別になんかそういう、要は同じ写真が1回は撮れてるのに2回目3回目で撮れないって、そういうあれだもんね、うん、で次撮れたっていう感じや、うんうんうん、だからあなたにとってもわからない世界なんて。まあこれは本当に除霊できる人だけの、そう、そうだから画像がなんかが変化が起きるのを待ってたんやけど、もうビデオではもう無理だなと思ったよ、弱すぎたなと思っただけど今回はカメラが保証してくれたやん、証明してくれたやん、うんうんうん、うん、今回はまあそうね、そんな感じね、うん、どうよどうよっていうか、あの俺がどうよって聞きたいんですけれど、これもう一回あるんですけど大丈夫？もう一回あんだよなあのこの間言った、あーんと白山じゃねえ、白山だっけ、白山じゃないから、白山大橋のところで、飛び降り自殺をしてる例なのかな、うん、本当に、うん、の子を成仏さ、が成仏させてくださいってあなたに依頼したから、それを成仏させよう。いや、成仏したいって言ってるから今回は楽やって。ああ、はいはいはい、これに比べる楽だと思う。次行こう、次どこやった？次っていうか、もっと練習する？しねえよバカが、お前殺すか、お前さお前なんかお前面白がってね俺の。違う違う、要はここを最初のプランを言うとね、ここの神社に来ました、うん、もし除霊されたがるやつが一人もおらんかって、ここでうまくいかなかった場合、うん、どうしようなっていうのを想定するわけですよ、うん、まずは、うん、あーどっか他のところ行くしかないかで、うん、除霊されたがってる奴がいる。幽霊が確定でいる。さあ、どこ？滋賀県。みんなどこ思いつきますか？さあ、どこでしょう？はい、答え言いますよ。4、3、2、1、0。ね、真っ先に思いついたのが、うん、市街の森と、死ねって言っとるんやろ、俺に。で、まあ、近いの市街の森だよなって思って、まずは。で、あそこってさ、ぶっ飛ばされて、ぶっ飛ばされて、ぶっ飛ばされて、みたいな。あのボスがさ、あなたにさ、いつでも取り付けるぞとかさ、なんていうの。そうなんすよ。そういうなんかあなたより強いアピールした上で、なんていうの、あくまで話し合いという手を持ってくれたじゃないですか。あそこのボス話通じるからワンチャンいけるわっていう、ワンチャン説。確率低いけど。あと俺をパンツに刺したとこもさ、仕返しに行きたいんですけどね。そうで、まあ市街の森で、お前ふざけんなよ、ここにそんなやつはおらんって言って、みんな成仏したがらんかったら、もう、うん、タラオ処刑場行くかって、あそこはあそこで、ま、ほぼほぼ無罪の人で殺されたとか、そういうなんか冤罪で殺された方々も 100% いらっしゃるので、成仏したい方には事欠かない、幽霊も確定で事欠かない、ただ話通じるかなっていう疑問符が感じるっていう、徐々になんていうの、難易度が高い版、
になってく。タラオ処刑場って言ったらもう完全歴史なのよ。そうね、まあね。もうそうするとさ、たださ、あずきさんが怒るもん。あの、あなたの足首掴むっていうあれもさ、あれ怖いな。あれ本当本当俺、あれ本当怖かったんだからさ、俺。あの足首掴むのが嫌がらせなのかなと思っとったけど、後々になったらあれ SOS じゃねって思ったっていうパターンにも思えるわけじゃない。俺さ、手だったらまだまだよかった。あれムカデやったらどうしようと思っとったもん俺。刺されて病院行きですわ。本当だよ。病院立っておめえ我慢してくださいねって言って終わりなんだからさ。はい、薬入れますね。プチッとやって。そうだよ。まだ幽霊の手首やったからまだマシなもんなのにさ。っていうハードな場所しか想定してないですけど、練習します？しない。しません。まあ、あのここでうまくいかなかったらの想定だからね。ここでうまくいかなかったら結構偉かったこれ。ここ結構あれやな、成仏したやついっぺおるんやな。いきなり入ってこられたのはちょっとビビった俺。しかも関係ないなんていうの、当初の目的と違う方だから、ね、忍さんだけか。忍、あいつ、あの子かわいそう。なぜ死ななく、私が死ななくちゃいけないの、なぜ死ななくちゃいけないのって。まあ30ぐらいで死んだらそりゃそう思うな。確かにまだまだ若えっちゃ若え。そうだよな、若えよな。あの50、60になってね、あのでさらに昔の方でしょ。だったらまあ50、60俺まだ生きるぞ。違う、もっと昔の話、人じゃろあの人。そうそう。今のじゃなくて、ここね、ここの神社は別に心霊スポットでも何でもないです。本当に神様も何でもないです。神様何もないは問題なんだよな。本当、まあ、今改修工事しとるせいでたまたま不在かもしらんけど。本当、伊勢神宮で神様を手を合わしとる、神様もいないとこに手を合わしとる人たちみたいなもんかな。まあここはね、あの、うん、俺らがなんていうの、勝手にちょうどいい幽霊がいたから来たりしてるだけで、心霊スポットっていうほど心霊スポットじゃないですよ、うん、デートスポットですよここ。、うん、何もね、うん、まあ、デートスポットに来てください、ニタさん、ここ。、うん、旦那さんと二人で池を、汚い池見ながら。またいらん一言を言 う, うなぜ汚いをつけるかな。綺麗な水、湖、池、ブラックバスぐらいいますよ多分。うん、看板にマガモとかなんかさ、環境なんたらって書いてあるのに、その辺のことガン無視して適当なこと言いよってからに。ガー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 泣いててガー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 って、うん、ネギ持ってきた方がいいっすよ。あと鍋もって、違う。でもここだったら多少の霊感の強い人ある人だったら意外と見える場所だと思うけどな。あー、霊感があったらまあなんか見える可能性が、うん、少なくもない。はい、というわけでね、もうあの今日はお疲れ様でございました。疲れた、もう2回も2回目はきつかったな。不意打ち合いやめてほしいな俺。いやー、肩が偉いなこれ。これでまた何時間ってかけて帰ってかんなんねえぞお前。ゾッとするね。そうか、このタイミングで夜ご飯の方がいいのかな。まだなんていうの、落ち着いて飯食えるべ。あ、体痛いけど落ち着いて、なんていうの、落ち着く時間が確保できるべなあ。あ、まだほんと首が痛い。頭痛がずっとするんだよな。まあ、残った幽霊が悪さしないんであれば全然まだなんていうの、あなたが休んどってもらっていいですけど。やってこいよ。ん、カメラ撮ったらいろいろ撮れるぞ。あのね、俺がつついて幽霊50匹ぐらい連れてきたらどうするの。開けない。犠牲にするな。埋もれろ、取りつかれろ。50体に取りつかれたらさすがになんていうのメンタル負ける気がするな。いや、50体も入ったらお前体が死ぬわ。そこの一番強い、一番強いやつが入ってくるだけやで。あ、やだぞ、おめ取りつかれたらお前、お前能力ねえからさ、鬱になってさ、
取り憑かれてなくてもさ、そのまま池に飛び込んでった飛び込んで死のうとするとかさ、俺嫌よ、あんな水の中入るの、助けるの。そっか、俺がじゃあちょっと撮影してくるわって言った5分後ぐらいにバシャーンって音が聞こえる可能性あるのかっつってそれやばいな。充電器の線しかねえからな、紐っつっても1メートルしかないって。え、それつなげよ、もう俺のやつもあるで、つなげよ、2メートルぐらいになるじゃん。つなげた部分がプツッといくやん。それしか助けんよ、俺絶対水入らんで。臭い水入る嫌いだからさ。うん。それでも検証してみたいけど、検証する方法がわからんな。ドッキリにしては悪質だしな。もんくんがやったら、俺怖いで嫌だ、真面目すぎるで。何が考えることが、考えることが真面目すぎるもんで、うん、意外と考えるやん、うん、そういうやつって結構取りつかれやすいからさ、そうなるとさ、俺らから見やもうただあ取りつかれとるなと思うけど、出ようとしないんやからだから、そうするとあなたはいつもあのテレビと壁の間に女の子がおるから僕はもう仕事に行けないっていう人になるかもしれない。うん。そうなった時は怖、そうなったらもう怖えな。もう仕事もしんとそればっかを除いて、かわいそう、泣くからかわいそうとかなっちゃうだろうな。俺の連れみたいになるんだろうね。なるのかな。取り憑かれるのって言ったら本当すげえぞ。うん。俺いろいろ見てきたけどすげえぞ。もう。でもあれだよ。今回だけに限って言えば、取り憑かれてないのに心ないとかひどい言葉を言われて傷ついたよ。嘘。あなたのだってあなたの言葉って心ないもん。あのね、こんな幽霊の除霊を、除霊とか、あの、成仏をね、動画にしようなんて企んでるやつがさ、心綺麗なわけねえじゃん。一瞬で見抜くんだからさ、忍さんは。いい目しとるね。いい目しとるね。いや、見る目あるぞ。生きとる俺でも思うもん、心ねえなぁと思って。みんな優しい言葉、優しい子、丁寧な言葉だって言ってる、心ねえぜ。それをみんなあのよく考えてな、かっちゃんがさ今回でもね、あのやべえなって座り込んだりするじゃない、俺カメラ構えて笑っとるんだからね。そうあのおい大丈夫かって言っても結局カメラ構えて棒立ちしとるんや。そう。うわ腰痛、うわえれってしゃがみ込んでも笑っとるんやな。絶対芝居やとか言って。あの芝居とは思わんけど面白いなって思いながら見てる。ひどいやろ。じゃなきゃこんななんていうの幽霊の状態、ね、大丈夫って心のない言い方あ取ってつけたような感じ。これはねカメラの視聴者さんがいい風に見せようと思っとるんやでな。で大丈夫ですかねそのなんていうの様子見をして、そう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 、これは あくまで撮影続行したいからっていうのであって、かっちゃんを気遣っているからではないというね、そうあの邪悪な心も、まあ、なくはない。でも俺優しいなと思ったのが一つあった。ん2回目取りつかれた時のあの焦り方すげえ焦っとる。そう、あれよ。すげえ、あ、心配してくれとるんだと思って。あ、こいつやらかしたと思ったもん。これ、あ、いらんことしたって思って。そうそう、すげえ焦ってね、一生懸命カメラがね、定まらへんの。焦っとるこいつって、俺も焦っとったけど、おめえ。でも、まさかよ、あの時点で俺もよ、なあ、黄泉の世界に行くなんて思わんかったな。この狭間、壁、ちょうどこの真っ黒い壁、もう一歩行くともう三途の川なんだろうな。あなた三途の川って見たことあるの？あ、俺ある。こと書かないね、話題に。俺ね、二十歳の時にバイクの事故したのよ。うん。時速180キロで高速道路で転んじゃってさ。100キロほど多くね？ん100キロほどスピードが多くね。180キロ出せれるようにバイクを改造して180キロ出るかを試してみたのよ。そりゃ事故るわ、そんなもん。普通に運転しとっても事故るわ。そしたらね、トラックとトラックの間をブラーン取り付けた瞬間、竜巻のような風が現れて。ああ、はいはいはい。風の流れ変わるもんね。そう。風圧で。
バランスなくして180キロのままステーン。うわー。でバイクを離すかどうしようかと思って、バイク離すと壊れるな、もったいないなと思うし、だけど離さんと俺死ぬしなと思って。ああ、そういう時は離すのが正解なんだ。そうだな、もうバイクが先に後ろにおるといかんで、まずバイクを前に転がして、バイクを先に転がすしかないっていう。おー、うん、で俺はもう抑えがないから、ゴロ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 って数百メーター転がってって、うんうんうん、で路側帯にあった道路公団の黄色い車にボコボコボコボーンってぶつかってって大事件じゃ。あれは本当もう最初は痛かったけど もう最後の辺は何をなっとるかも分からずに気失っちゃって、おーで何日意識不明が6日間続いてた。あらまあ。その6日間だったんだけど、俺にとっては1日しか寝てないような気分だよね。うんうんうん。意識はな。はい。で、事故の記憶はまずないんやて。ああ。で、俺が分かったのは、さあ、あなたはもうこちらに来るところですよ、つって、三途の川の三途の連れ子さんが僕を誘うわけよ。あ、僕はもうこっちに行かなくちゃいけないんだ。そうですよ、あなたはもうこちらですよって言われて。へえ。そうそうそう。だけどおーいおーいって遠くから聞こえないんだよ。俺の名前はね、かっちゃんかっちゃんって言って、うんうん、お前はそっちに行く、今はそっちに行くんじゃないって。それがふっと後ろを向くと死んだ連れなんやって。お？うん。19歳の時に自殺したやつなんや。はい。が後ろにいるの。そう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 。お前はそっちに行く、今はそっちに行く時じゃないっつって。何言ってんだ、お前だって死んだじゃねえかよ。お前なんかに言われたくねえわっつって、俺はまだ死んでねえしっつって、いやそっちに行くともう二度と帰れないぞっつって、うん、お前はこっちだよかっちゃん、かっちゃんこっちっつって、で最後は俺の名前を呼び捨てして、うん、でその連れ子の女、連れてく女の人にちょっと悪い、行ってくるわ、殴ってくるで後ろでうるさいのを黙らせるからと。そう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 。ほんで向こうダーッて言ったら、よう戻ってきた、お前はこっちだよっつって、こっちに来いよっつって、でそいつはお前の代わりにじゃあ俺が行くからっつって、うん、それが多分三途の川じゃないかな、三途の川だなと思っとる。でそれが終わって、じゃあな、元気で暮らせよって言って、いや暮らせよっつって、お前もう死んでんだよなっつって、おう俺はもうなんで死んでるやつが俺とあっち喋ってんの、いやお前はまだ来る、死ぬ、あ、こっちに来る時期じゃないからっつって、何を言ってるかさっぱりわからなくてな。ほんでおいおいおいってまだ聞こえるわけ、ふっと目が覚めたら、もうそういう病院とかそういうあれだ、先生が一生懸命なんちゅうの、心臓マッサージ、あ、はいはい、シャンポーキンとかやってた。ふっと目が覚めた、こっちの方くるくるバーンってやる、なんか電気ショックのあれ、そうそうそう。でふっと目が覚めて、俺何してんの俺なんかされてる、うわー戻ったかっつって言われて、お母さん戻りましたっつって、何を戻ってきたんだろうと思って、それの経験はある、一回しかねえけど、何回待っても困る。うん、それは死んだ、本当俺の友達がそうやって声かけてなかったら俺は死んでたかもしれん、今いないかもしれん。あ、うん、お前はまだここに来る時期じゃないって言われて、やっぱりその三途の川にな、三途の川なのか分かんねえんだけどな、景色がみんな気になると思うんですけど、景色どんな感じなんですか、呼んでくる人だったりとか景色だったりとか、ね、覚えてます、すごくね覚えてるのが、
虹の中を歩いてるような感じ。紫やら赤やら黄色やら綺麗な光の。ああいう花畑とかではなく、なんかそういうなんか一つのなんか、うん、そう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 、光の中を歩いてるよ。みんなさ、あの川があるとかさ、うんうんうん、うん、そうやって言うけど、俺はもう本当なんか変な話、虹の中を歩いてるような感覚。まあ虹でできた架け橋とかそういうようなものを。架け橋じゃない、虹のトンネルを歩いてるような。こうやって虹があるならば、こうやって虹の真ん中を歩いとるやん。北欧神話だな、ビフレストかな。それでちょっとすぐちゃかす。違う、だっていや日本人で三途の川って言ったらその綺麗なお花畑と川ですよ。俺もそうやって思っとったもんけど違うもん。でもあなたの言うことを言うとなんか、うん、北欧神話、オーディンとかチケの、ね、会話のなん、うん、虹の架け橋のビフレストっていうそういうなんか層が渡ってるあれですわ。マイティーソーが渡ってるあのハンマー掲げてなんか飛んで知らねえ。アベンジャーズ見てないの？見てるでしょ。、うん、スパイダーマン見た。うん、まあいいや。アニアンマン見た。まあ、あでもなんかそうそうそう、あなたが見た感じではそういう花畑とか川ではないんだ、やっぱ。そう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 。まああれはなんだかんだ生きてる人間の産物なのかな、誰かの臨死体験の映像なのかな、あれはあれで分かんねえな。あれね、ほんでみんなおるやん、三途の川見えましたっつってさ、で花畑でしたって、うん、あれ多分嘘やぞ。俺はそう思っとるぞ。ごめんね、どうなんだろう。あ、ちょっと待っててね。